偉大な思想家のもう一つの姿、五木寛之さん著、私の親鸞孤独に寄り添う人2021-11枚新語新刊では、封印してきた自らの少年時代の外地引き上げ体験に触れながら親鸞像を探求した作家の五木寛之さん。新刊では、封印してきた自らの少年時代の外地引き上げ体験に触れながら親鸞像を探求した作家の五木寛之さん。善人な表往生を遂ぐ、言わんや悪人をや。人間は誰しも悪人であり、そういうものこそ救済の対象である。人として許されない自分のようなものでも、生きていていいんだ。浄土真宗の開祖、親鸞の教えに深い感動を受けてから半世紀余り。なぜこれほどまでにこの人に惹かれたのか。仏教にまつわる数々の著作で知られる作家が、これまで封印してきた少年時代の外地引き上げ体験にも触れながら、改めて人間親鸞を探求する。長編、親鸞三部作をはじめ、エッセイ、大河の石雫など数々のベストセラーで親鸞について書き、考えてきた。50歳頃には、龍谷大の聴講生として仏教史を学んだこともある。だが、勉強すればするほど、最初に感じた、すぐそばにいてこの腕を取り、背中を叩いてくれるような存在だった親鸞の鮮やかな姿がぼやけてきてしまったという。本書は、その原体験にもう一度立ち返った半自伝的な親鸞論だ。親鸞に惹かれた根底には、植民地における敗戦の経験がありました、と明かす。中学1年の夏に日本統治下の朝鮮平壌で敗戦を迎え、間もなくソ連軍の占領を受ける。かつての植民者であり敗戦国民である日本人に対してのソ連の扱いは、暴虐を極めた。幼い妹と弟を連れて命からがら日本本土に帰り着くまでの2年間に母を亡くし、筆舌に尽くしがたい思いをしたという。この本でも少し触れていますが、実際はあんなものではとても済まない。書くのをはばかることがたくさんありました。日本人が日本人を売る。しかもそれを第三者として見たというのではなく、自分も生きるために直接その出来事に加担している。単なる被害者じゃなく、共犯者なんだ。それを少年時代に体験したというのが後の一生を支配していますね。人間は状況次第でどんな非道なことも行う存在であり、自分もそうである。成人してからも、その経験はずっと心に影を落としていた。表面的には明るく青春を謳歌しているように見えても、一日たりとも心の底から晴れ晴れした気持ちで生きたことはなかったような、そういう日々でした。そうして30歳を過ぎた頃、親鸞の思想に初めて触れ、救われるような感覚を抱いたという。生きるか死ぬかの極限状態では人間悪が露呈し、それに染まった傷跡は消えない。被害者であると同時に加害者でもあるという二重の構造の中に落ち込んだ人間にとって、親鸞の考え方や言葉は、一筋の光かもしれません。なんとなく勇気を持って生きていける、胸を張って生きてもいいんだ、という感じですね。仏教の慈悲とは、励ましを意味するマイトリー、慈と慰めを意味するカルナー、悲を合わせた言葉だ。親鸞はロジックを駆使して力強く衆生に救済を説いて励ます、理の人であったのと同時に、近親者を亡くして悲嘆に暮れる人に対しては仏法の理でいさめるのではなく、酒でも進めてよく話を聞いて慰めてやれと述べる人でもあった。偉大な思想家としての親鸞像の陰に隠れがちだったもう一人の親鸞、苦しむ人のそばに寄り添って温かく支える、悲の姿が現代では意義を増しているのではないかと指摘する。現代人は SNS でつながっていてもどこか空虚で、孤独に寄り添ってくれる人を探しているんじゃないでしょうか。もちろん励ましによって立ち直る人も多いのですが、絶望のどん底に陥っている人は頑張れと励まされてもかえって腹が立つ。そういう人たちに対しては、もう頑張らなくていいと言ってその絶望感や苦しみに共感する、日が重要なのではないかと思います。旧コロナ禍での日常は。昨年来公演のキャンセルが相次ぎ、外出も近くの本屋に行くくらいでしたが、緊急事態宣言の解除以降は少しずつ公演などの予定が入り始めています。旧近況の変化は。コロナ禍が始まった昨年春くらいから、約60年続いた夜更かし生活がどういうわけか朝方に変わりました。旧執筆の時間帯は。昔は深夜から朝6時頃まで書いていたが、今は午前中から午後にかけて。それが内容に影響しているということはなさそうです。五木寛之昭和7年、福岡県生まれ。日本統治下の朝鮮で終戦を迎え、22年に引き上げる。早稲田大ロシア文学科中退。42年、青ざめた馬を見よで直木賞。著作は小説、青春の門シリーズや、親鸞三部作、エッセイ、大河の石雫戯曲、蓮如など多数。